1990年は日本の株式バブルが崩壊した年短期的な直接のきっかけは大蔵省の総量規制だったしかし白坂慎太郎の経済ニュースの本質 白坂慎太郎ですこの番組は子供たちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い経営者の方へ利益最大化に貢献する戦略的な思考法を共有する番組です。はい。さて、ということで今回は未来を予測する方法というテーマでやっていきたいと思います。はい。結論はマクロ長期の予測で方向性を明確にするというのは今回の結論です。 ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まずということで、まあ、ミクロとマクロっていうのを分けたときに、まあ、ミクロになればなるだけ確率論的になりますということですよね。まあ、結局何、何パーセントの確率でこうなって何、何パーセントの確率でこういうふうになるとしか、まあ、言えなくなっていくということですね。対して、このマクロということになると、これはもう結果。 定論ということでこれが原因でこういう結果になるというのがある程度断定的にですね特定することができるようになっていくということですね、はい、つまり対象が大きいものですね例えば事業ビジネスということであれば個人事業主よりも中小企業の方が大きい中小企業よりも中堅企業の方が大きい大企業の方が大きい上場企業の方が大きいもしくは国とか政府の方が大きいということで であれば、まあ、対象が大きくなっていくということですよね。もしくは、長期ということになれば。な,なので、一年、三年、五年、十年、二十年、三十年と、長期になればなるだけ。決定論的になっていくということです。だから、傾向っていうのがある程度はっきりしてきてこういう、これが原因でこういう結果になっていくというのを、まあ、断定的にですね。まあ、分かるようになっていくということですね。 はい、一方、今度は対象が逆に、まあ、小さくなればなるだけ。だからまあ全世界じゃなくて、例えばアジアとか、アジアじゃなくて日本とか、日本じゃなくて東京とか、東京ではなくて六本木だとか、えー、っていう形で対象が小さくなればなるほどですよね。だ政府じゃなくて上場企業とか、上場企業じゃなくて中堅企業、中小企業、で個人事業主みたいな感じでち、えー、対象が小さくなればなるだけですね。はい、そして短期っていうことで、まあ、30年じゃなくて20年。 20年じゃなくて10年10年じゃなくて5年3年ですよねでも3年未満っていうのはまあ基本的には短期ということになりますけどそれがまあ1年とか半年とか3ヶ月とか1ヶ月とか1週間とかですねまあこういうふうに短期になればなるだけもう確率論になるということですだからもうこれが原因でこういうふうな結果になるっていうのを断定的に言うっていうのがまあ事実上ほぼ不可能になっていくということですよねまあ極論も確率的に何パーセントこうなって何パーセントこうなるっていうことしか言えなくなっていくと いうことですちなみにということでミクロが確率論なのにマクロだとなぜ決定論になるのかということですよね実際ミクロとマクロっていうのを分かりやすく2つに分けてるわけですけど実際は連続してるはずですよねだからミクロの延長にマクロがあるしマクロの手前にはミクロがあったはずなわけですよだからミクロっていうのをずっと積み重ねていけばミクロとマクロって同じような考え方になりそうなんだけど実際はならないのは何でなん だと言っときに、まあ、この最大の理由っていうのはですねサンプル数が多くなればなるだけ、まあ、個々のランダムっていうのがまあ平均化によって相殺されるからということです、はい、例えばまあ株価っていうのを1つの例という形で挙げたときに、まあ、日々の株価っていうのはこれは明らかにランダムですよねなもう確率論で、まあ、究極50%上がる50%下がるみたいな、まあ、そういう世界っていうことです、はい、しかしまあ長期っていうことになると これははっきり言ったらサンプル数がどんどん多くなるということですよね。1日のデータじゃなくて1週間のデータ、1週間のデータじゃなくて1ヶ月のデータ、3ヶ月のデータ、半年のデータ、1年のデータですね、3年、5年、10年、20年、30年のデータと、長期になればなるだけサンプル数が多くなっていきます。 でそうすると、まあ、結局移動平均線っていうのを引くことができるんですよね。はいだから、まあ、結局その移動平均線を引いていった時に結局日々は上げ下げ上げ下げしていたはずなんだけど長期になればなるだけ結局例えばその日その日の終値とかその月その月の終値とかその年その年の終値っていうのの平均っていうのを出していくときれいにまあ傾向っていうのが分かってくるということですよね。だかからら上がるがががるる下じゃなくて、えー、ですね、まあ、明らかに 上昇傾向であるとかそういったことっていうのを言えるようになるということですはい結局ですね3年未満の短期ということになるとランダムなんですよねはいだからもう相関関係での後解釈にしかまならないということですだからもう世間で出ている3年未満の株価ですよねだから例えば昨日は株価が上がりましたとか昨日は株価が下がりましたとかえっていうのははっきり言ったらもう確率だったわけですよ50上がる50 100下がるだったわけですよね、はい、だからまあランダムだったわけですだから事前には誰も100%の確信を持ってこうなるっていうのを断言できるようなそもそも対象ではなかったということですえしかし1日時間が経ってみると今日は株価が上がりましたっていう結論が出てるわけですよねで結論が出てる中でじゃあ何で上がったんでしょうねと言った時にその例えばそれに関連がありそうなです、ねまあ、相関関係の中で因果関係じゃなくてこれが原因でこれが結果っていう因果関係じゃなくて なんか時間的にすごく近い出来事の中で関係がありそうなものっていうのを後解釈で結びつけてるとはっきり言ったらこじつけということです。はい。対してということで3年以上の長期ということになると例えばファンダメンタルっていうですねいわゆるその企業とか経済の基礎的な指標の考え方で言うならば結局株っていうのはその企業の所有権ですからで株主が求めているのは利益ですよね。はい、期準利益を求めていますだから 純利益の推移っていうのが一番ですね、まあ、はっきり言ったら株価、時価総額に一番連動する方が自然ですよね。はい、で、まあ、今度はテクニカル的な言い方をするならば、1日1日とか短期の株価っていうのは上げ下げ上げ下げしてるんだけれども、1日単位の終わり値の平均、1ヶ月単位の終わり値の平均、1年単位の終,われ終わり値の平均っていうのを平均化していくと、結局その原則にではない、まあ、要するに例外的なものですよね。ねなんでと。 例えばい,いニュースががが出たたのに株価が下がったとかですよね企業がすごく好業績を発表したのに株価が下がったみたいな、まあ、そういう例外的なものっていうのがどん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 平均化される中でまあ消えていくんですよね相殺されていくっていうことになります、はい、そうすると結局まあ企業の、まあ、例えば株っていうのは企業の所有権なんでだったら株の価値イコール企業の価値なわけですよで株主にとっての価値っていうのは結局利益ですから、はい、だからまあ利益の合計金額であるまあ企業価値と実際そ その企業のまあ取引であるまあ時価総額っていうのがだいたい修練していくということになるわけですねはい、だからまあ長期的にはこういうふうになるとこれが原因でこれが結果になるっていうことがある程度言えるようになるということです はい、要するに、まあ、サンプル数が多くなればなるだけ、まあ、平均化により例外っていうのが原則によって、まあ、相殺されるということですよねだから企業のいいニュースが出たら普通は上がる方が当たり前ですよねでも実際は下がるってことも結構あるわけですよ、うん、だから理解できないですよね企業がすごくこういい業績を発表したら普通は株価は上がるはずですよねでも下がるってことがありますそういう例外っていうのはもう短期になればなるだけ起こるわけですよだから結局株価変動っていうのはもう予測が不可能 のランダム結局50%上がる50%下がるみたいなそういう世界になっていくわけですけどでも長期になればなるだけやっぱりこうそういった例外的なことっていうのは原則によってまあ相殺されていくんですよねはいだからまあ原則通りの傾向っていうのが明らかになるということですよねだから価値に比べてまあ時価が安いんで今から上がる可能性が非常に高いとかですよねもしくはまあテクニカル的な言い方をするならばまあ短期中期長期のい,いずれもの,のまあ移動平均線が、まあ 上昇傾向なので今後も上がる下がるで言えば上がる可能性が高いとかそういう何か原則通りの傾向っていうのが明らかに見えてくるということですはいいわゆるですね対数の法則ということですだからサンプル数が多くなればなるだけ例外が相殺で消えていきますということですよねだから原則の傾向っていうのが見えてくるということですはいだからまあミクロ短期っていうのは確率論だったとしても日々はランダムだったとしてもですねもう結局その動き っていいうのはすごくまあ不規則にしか見えない、えー、極論 50%50% 50にしか見えない確率論だったとしてもマクロっていうことになると、まあ、マクロっていうのは対象が大きいっていうマクロですね、はい、だからまあ例えば国単位とかですよね、まあ、もしくはアジアとか欧州とか北米みたいな、まあ、そういう対象が大きいマクロだとかもしくは期間が長い長期だとか、まあ、こういうサンプル数が多いものっていうのは対数の法則が働くので決定論これが原因でこれが結果になるっていうことがある程度言えるようになるということで です、はい、なので、まあ、合理的な経営者っていうことであれば、まあ、マクロの長期ででまず方針を明確にすするとということですよねだから私たちの会社は30年後20年後10年後この方向に向かっていきますとここを目指して会社を経営していきますというそのまず方針っていうのを明確にするということですよねだから旅行で言うならば、まあ、まずは目的地っていうのをはっきりさせるっていうことですはいだから北東の方にまあ飛行機で飛んでいってアメリカのニューヨークを目指すのかそれとも 西の方に飛んで行って上海を目指すのかとらかそういういう目的地ですよねその方針っていうのをまずは決定論的にこれが原因でこ,れこういう風な結果になるっていうことが言えるマクロとか長期の方で先にその方針っていうのを明確にするということです。で実際じゃあそこに目的地が決まりましたということであれば今度ミクロ短期に関してはただた30年後20年後10年後こういう風になっていたいここまで行きたいこういう方向でって 持っっっててていいいきたたうのがあったとして実際そこに行くということになったならばもうこれは、まあ、はっきり言ったら結構ですね予想外予定外想定外のことっていうのはいっぱい起きてくるんで、まあ、結局やってみないとわからないみたいなことっていうのはもうすごいどんどん出てくるのでだからまあそれはもう確率論で柔軟に対応していくしということですよねだからまあ方向が、まあ、例えばじゃあ北東のニューヨークを目指しますということであれば、まあ、だったらもう一番の方向目的地が決まって現在地があれば、まあ、結局 結局方向は,はっきりするわけですよねでもじゃあ実際飛行機に乗るまでの、まあ、例えば自宅から駅の駅までは、まあ、例えば歩いていくとか徒歩で行く,え徒歩で行くタクシーで行くで、まあ、結局例えば駅に着いたら今度は例えば モノレールに乗るとかですね。って言った時きは、その時その時きでまあ柔軟に対応していくということです。はい。要するに、例えば長期っていうことになると、まず結局最終的にはまあ飛行機を決めるっていう感じですよね。だから目的地が決まりました。現在地があります。だからこの現在地から目的地に向かうには北東の方向に飛んでいけばいいんだなと。っていうことは、未来予測っていう形で十分できるわけですね。はい。なんでかって言ったら、マクロになればなるほど。長期になればなるだけ。 はっきりとした決定論的にこれが原因でこれが結果になるっていうことをかなり予測することができるからということですだからまずはマクロとか長期で方向性を決めてで実際にじゃあ30年後20年後10年後そういうふうになるためには3年後1年後半年後3ヶ月後今月っていう形で実際は日々対応していかないといけないということになるわけですよねだから徒歩だったりタクシーだったり電車だったりまあいろんなものを使っていくわけですけど まあ北東に行くっていうからずっと北東にまっすぐまっすぐ行くわけじゃないですよね、はい、だからまあ北に行くこともあれば途中でちょっと遠回りかもしれないけど南に行く場合もあるわけですよただ北に行く方が南に行くよりもまあはっきり言ったら回数としていう形では多いはずですよね間違いなく、はい、で今度はまあ例えば東と西っていうことでまあ西っていうことになると逆に目的地から離れるということになるわけですけど実際日々のまあ例えば会社経営なり事業なりまあ仕事 異なりっっっててていいいいううううここととととでであればそたのは当然出てくるということですよね予想外想定外のことっていうのがあって、まあ、例えば旅行だった時にあここ、えー、すごい信号が長いとか踏切が長いとかですよね、えー、もしくは工事中だったとか、えー、っていうことであればだったらまあちょっと遠回りだけどあえてまあ西の方に行かないといけないとかっていうことは当然出てくるということですただまあ全体的にまあ現在地から目的地に行くっていうことになれば南よりは北に行くことの方が圧倒的に多いし西よりは東に行く方が圧倒的に多い 的にいい、はい、なおということで、まあ、方針の軸ですよねだからまあ長期的に30年後20年後10年後、まあ、どんなに短くても3年後に、まあ、この方向に向かいたいというその方針を決めるときのじゃあ未来予測をするっていったときにじゃあ何の予測をすればいいんだっていったら、まあ、大きくは2つの予測をするっていうことになるわけですね、はい、1つは今後の科学技術の進展普及というのを考えるというのが1つです、はい、科学技術がすごく、まあえー、革新的な 科学技術が出たということであれば、まあ、過去と全然違う結果っていうのが出てくる可能性があるわけですよねだからそれこそ、えー、人とか、えー、企業の生産性が10倍100倍とかっていうことは全然あり得るわけです、はい、まさに、まあ、例えば30年前20年前10年前の人からすると、まあ、魔法のようなことっていうのを科学技術は実現してくれるということが起きるわけですよねだからパソコンがあ出てきたからインターネットが出てきたからスマホが出てきたからでこれからだったら AI 人工知能が出てきたから30年 前20年前,20年前10年前の人だったら絶対に無理だった、まあ、まさに魔法のようなことっていうのを当たり前にできるようになったりするわけです、はい、だから科学技術っていうのに対しては常にアンテナを張ってる必要があるし、まあ、これからの30年20年10年で何が何の科学技術が一番生産性を大きく変えていくのか向上させていくのかっていうのをまず考えるっていうのが科学技術ですね、はい、だからまあその方向性方針を決めるって言った時にまず考えないといけないのは科学技術ということです でもう一つの軸ということであれば、今度は地域ですね、世界ということになります。はい、だからまあ東京とか日本とかアジアとかですね、まあ、もしくは全世界とか、えー、っていう形で、地域、地理っていうのを考えるっていうことがまあすごく大事になってくるということですよねで。その2つっていうので、じゃあ今後私たちの会社っていうのはどういう方向に向かっていくのかっていうのを決めていくということです。 はい、で今回に関しては、まあ、この2つの軸のうちの後者、まあのです、ねまあ、全世界という方向をです、ね、考えたいと思います。まあ、科学技術に関しては、また別,別途ですね、まあ、もう一回です、ねまあ、動画を作るということをしていきたいと思います。 はい、そしてまあ統計の中でもまあ精度が特に高いのがですね、まあ、今回地理とかって世界というのを考えた時にじゃあその時代のまあ予測っていうのをしていく時に、えー、統計の中でまあ精度が最も高いのは人口統計ということですよね。 はい、でなんで人口統計はすごく精度が高いのかって言った時に、まあ、例えば日本でまあ0歳の赤ちゃんっていうのが80万人生まれましたと言った時にじゃあ10年後日本人の10歳は何人いますかということであればほぼほぼ80万人前後ということになりますよね。はい実際はまあもうこもとしし年間でまあ国の政策っていうのが思いっきり変わってま,あ、急にまあ日本は世界中からですねまあ、移民っていうのを大量に受け入れるとかえっていうことが起きればまあ別で そんな極端なことでも起きない限りはまあ外れないということですよね。まあ、今まで年間にどれぐらいの人っていうのを日本は移民として受け入れているんだ。で実際0歳から10歳までに不幸にして生きられなかった、まあ、そういう赤ちゃんっていうのはまあ大体確率的に何パーセントぐらいなんだとか、まあ、そういったことっていうのは全部分かってるわけですから、まあ、過去の統計的にある程度も数字としては固まってますよね。うん、だかかからら移民のの受け入れの数とか、まあ、0歳から10歳歳まで不幸にして生き 生きられなかった、まあ、そのあ赤ちゃんの数とかっていうのを考えたならば、まあ、結局0歳から10歳の10年後っていうのは80万人が、まあ、結局10年後の10歳だっていうことで、まあ、かなり正確に予測することができるということです。はいでまあ、人口っていうのはまず対象地域が多いですよね。だからまあ都道府県単位でも人口っていうのは取ってるし国単位でも取ってるしですよね。だからまあ全世界、まあ、極論80億人分のデータがあるということです。はい、で統計機関っていう った時でも、まあ、例えば戦後ですよね1950年以降の統計っていうことであればもうかれこれ780年ぐらい統計期間っていうのはあるわけですからだからまあサンプル数が非常に多いということですよねつまり対数の法則が働くということですはいだからまあ人口統計っていうのは、まあ、統計の精度っていうのがこれは非常に高いんですよね はい、ではということで、まあ、従属人口比率っていうのをちょっと今回は見たいと思います。はいで従属人口って何なんですか？って言ったら簡単に言うとまあ、はは支えてもらう人たちっていうことです。自分たちはもうすでにまあ、経済的な収入収益っていうのがもうなくなっているので、だからまあ、例えばまあ、年金年金だとかですね、まあ。もしくは例えば子供も入るわけですけど、まあ、例えば親とか保護者による。まあ、例えば養って。 もらうとかですよね、支えてもらうとか。で、自分たちで、まあ、確固とした生活費の収入がないので、支えてもらう人の数ですね、まあ、生産年齢にまあ従属するえ、生産年齢人口にまあ従属する人口のことを従属人口というふうに言ってます。はい、まあ、日本で言えば、まず15歳未満ですね、14歳12ヶ月の子供たちと、あとは65歳以上の方々ですね、まあ、この2つっていうのは従属人口ということになります。はい、で、その分母 になるる割、まあ、割り算のまあ割る側ですね、まあ、分母になる方っていうのは生産年齢人口ということで、はい、こちらの方は15歳以上ですねで65歳未満ですねまあ実際自分たちで実際にまあ所得を稼いでですよね、まあ、生産活動を国国全体で見た時に生産活動付加価値を作る活動をやっている人たちいわゆる支える側ということですだ分子は支えられる側分母は支える側ということですよねでなった時に支える側に対して支えられる側 は何パーセントいるんですかっていうのが従属人口比率というものです はいでまあ、日本の1950年から2020年のですね、まあ、約70年間の推移っていうのを見ていったときに、はい、1950年が68.2ですねで。これはどういうことかっていうと100人の人が68人を支えればいいっていう数字ですね。はい、でこの68っていうのは両方入ってるわけですよ。15歳未満の子どもたちも入ってるし65歳以上の高齢者の方も入っているということですよね。はい、だから人人のの、まあ、実際にまあ稼ぐ人たち生産年齢のまあ15歳 から六十五歳までの、まあ所得を得てる人たちが。百人の人が六十八人を支えればいいということですよね。はい、これはまあ高齢者じゃなだけじゃなくて、子供も入ってます。はい、で、それがまあ十年後六十点四ですよね。で、五十三点五で四十七点三。で、四十四点五っていうふうに、ずっと減り続けてますよね。千九百五十年から千九百九十年まで、ずっと四十年間ぐらい、ずっと減り続けてるわけですよ。なんでかって言ったら、その千九百五十年、六十年の従属人口は。 なんんでで割合がが高かかかっったたたていいうと子供がたくさんいたからですよね、はい、だから結局分子の支えられる側っていうのは高齢者だけじゃなくて子供たちも分子に入ってるのでだからすごい分子が多かったわけですよだからまあ例えば団塊世代ですよね、まあ、戦後の1946年47年生まれの方々とかっていうのはすごい人口が、まあ、1学年270万人とかぐらいいたのでだから子供たちが多かったんでだから100人の人で68人を支えないといけないっていうそういう大きな数字になってるわけです でも子どもたちが例えば15歳以上ってことになると今度は分子じゃなくて分母に変わっていきますよね分子はどん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 減っていって分母はどん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 増えていくわけですからだから1950年から6860534744ということで40年間ずっと減り続けてるわけですでここを結局人口ボーナス期っていうふうに言ってますだから生産年齢人口の割合がどん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 増えていくだから国で支えられる人はどんどん減っていくのに支える側がどんどん増えていく 人口的には非常に経済成長しやすい時期ということで人口ボーナス期っていうふうに言ってるわけですねじゃあ日本の人口ボーナス期っていつまでだったんですかっていったら1990年までということです、はい、そしてまあ2000年以降っていうのは49.664.371.1ということで今度は分子の高齢者ですよねだからつまり生産年齢のですね64 65歳未満の方々が65歳以上というふうに になっていくと今まで支える側だったのにこれからは支えてもらう側になるわけですからだから分子は減って分母は増えていくわけですよ、えー、っていうのが2000年2010年2020年ということで49.664.3 71.1っていうふうになっているということですだから経済的に一番付加価値ですよね売上から原価を引いた付加価値っていうのを一番国として作りやすかったピークはいつですかって言ったら日本の場合は1990年ということです はい、つまり1990年までっていうのは生産年齢の人口割合っていうのが増加してましたということですよね。支える人は 増ええてていいききままししたたとと支えられる人は減っ経済成長をすごくしやすかったというのが人口ボーナス期ということですよね。しかしその1990年以降の30年ということであれば今度は支える側はどんどん減っていくのに支えられる側がどんどん増えていくということで人口オーナス期という言い方をしています。つまり経済成長するのがものすごい難しいということですね。はい、ちなみにということで1990年というのはまあ日本のバ株式バブルが崩壊年下 した年ででもあるとということですよね基本株っていうのは先行指標って呼ばれてるんですよねだからまあ投資家がある程度未来を予測してですね今この時この瞬間じゃなくて未来を予測して今後どうなるかっていうのをまあ示してる先行指標っていうふうに言われてるわけですけど結局1989 12年のの月末っていいうのが一番高いんですよねでそこで一回落ち着いたんですけど年が明けた1990年1月からずっと株価が下がっていくということで株,価の株式バブルが崩壊 したのが1990年年という年になってます、はい、で短期的な直接のきっかけっていうのはこれは大ス省の総量規制がかかるっていう考え方ですね、まあ、そういったニュースっていうのが出たことによって、まあ、結局バブルが崩壊したっていうのが、まあ、一番直接的なきっかけにはなってます、はい、それまでっていうのは、まあ、日本の場合は人口増加ですよねで土地の値段は上がる方が当たり前株価も上がる方が当たり前、まあ、全部右肩上がりの時代だったわけですよだけど、まあ、結局それが まあお金っていうのがどんどんどん,どん不動産とかに行って不動産の持っている土地の価値に比べて不動産価格が高くなりすぎているとかもしくは株が持っている、まあ、それこそ企業価値に比べて時価総額が高くなりすぎているということで、まあ、お金がです、ねまあ、過剰に市場に流れすぎているということに対して、まあ、お金の蛇口を閉めようとしたわけですよね。それが大蔵省の総量規制ということだったわけですけど、まあ、それで一気に市場がです、ねまあ、急激な反応っていうのを示してバーチャルを締めようとしてま バブルというのがまあ崩壊したということですね。 はい、しかし、まあ、長期的には生産年齢人口の比率の増加の頂点でもあったということですだから、まあ、大蔵省が総量規制をしてなければ、まあ、あんなに急激に1990年に株価がドワーって下がるってことはなかったかもしれないんですけれどもいずれにしても1990年までの方が経済成長しやすかったわけですねなんでかって言ったら支えられる人よりも支える人の方がどん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 増えていったつまり1人当たりが生産年齢が増え ってるっってててことは付加価値を作る人がどんどんん増えていってたわけですからだから国内総生産 GDP っていう形で見たら明らかに1990年まででは伸びやすすい状況だったわけですよね逆に1990年からは今度は生産をする付加価値を作る人よりも作らないで支えてもらう人が増えていくってことになるのでだから国内総生産 GDP は明らかに伸びにくいっていう状況になってたわけですだから総量規制をやらなかったらもう少し緩やかにですね、まあ、株価っていうのは下がったかもしれない ないしバブルはあんなに急激にドーンって崩壊しなかったかもしれないんですけどでも長期的にはやっぱりあそこが1990年がどっちみち必然的に長期的にピークになっていた可能性がもう極めて高いということです。はい、だから1990年以降の GDP ですよね国内総生産つまり日本人が付加価値をどれだけ作りますかという国内総生産が伸びなかったっていうのはもちろん短期的には生産い 政策のの失敗っていうのもあります、まあ、きっかけになったのが大蔵省の総量規制でありその後ですね、まあ、大蔵省とか財務省というのはまあ失敗を重ねねるんですよ、ね、消費税の導入を強く推進したりそれが3%で始まったのを、まあ、本当にバブルの真っ只中なのに3%の消費税を5%に引き上げてでそれが1997年とかに起きた時にもうついにですね、まあ、結局山一証券とか北海道拓殖とかっていうのがまあ潰れてあ銀行とか証券会社って潰れて 売れるんだと山市なんて4大証券会社社の一社ですからね、ね、えー、だからまあ結局それ,それのきっかけになっているのは結局消費税の増税だったりするわけですよ。なんで不景気なのに消費税さらに上げるのみたいな、まあ、天下の愚策みたいなことをやったりしているので、だから、明らかに政策の失敗もあったんですよ。それがなければ、こんなに深刻にならなかったかもしれないし、こんなに不景気が長期化しなかったかもしれないっていうのは、確かに存在はしてるんですね。だから政策の失敗も明らかかにああっったたわけですあったんですすんがしかし 長期的にはやっぱり生産年齢人口のの比率が低下しているのでやっぱり日本は1990年までは経済的に伸びやすい状態にあったし90年以降は伸びにくい状態になっているっていうのはこれはもう事実としてあるということです、はい、ちなみにということで今度はじゃあ日本のお隣中国っていうのを見た時に中国の生産年齢人口の比率のピークっていうのは2010年なんですよね、はい、すなわちということで2010年までは生産年齢人口の比率がどんどんどう ししてましたとということですだから結局子供がですね、まあ、結局働き手になって15歳未満の子たちが15歳以上になって働き手になってで生産をする付加価値を作るえその分母の方がどん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 増えていくえっていう生産年齢人口の比率が増加するいわゆるまあ経済的には非常に伸びやすい人口ボーナス期のまあ状態だったということですよね、はい、それが2010年以降ということになると生産年齢人口の比率が今度は減少に転じていたえしたので 人口オーナスということで今度は支える側が減っていくのに支えられる側が増えていくということで国として経済的に非常に伸びにくい状態に2010年でなっているということです。はい またということで、まあ、中国の総人口ですね、今度はまあその生産年齢人口とか従属人口とかではなくて、もう中国14億人という総人口が減少し始めたのは、お、ま、と、あ、とし2022年ということです。ということは、さっきのまあ生産年齢人口ってことは、まあ、生産っていう意味でのピークっていうのは2010年ということですよね。 結局、その生産する側の人口のピークっていうのが2010年ということですよねで。総人口ってことになると、今度は消費っていうことになるわけですよ。だから中国を生産国として見るか、もしくは消費国として見るかって言ったときに、消費国としてのピークっていうのはおととし2020年ということですね。はい、なお、ということで、まあ、中国の不動産バブルが崩壊したのは、これは2021年ということになります。はい、だから、例えばヨーロッパとかアメリカとか日本とかで、結局、え の投資家のお金っていうのが、まあ、中国に向かってたのが2021年以降ですよね、まあ、特に、まあえー、昨年2023年っていうのは中国から投資家のお金が引き上げられて、まあ、それがヨーロッパアメリカそして日本に来たっていう、まあ、そういった流れもありましたけれども、はいまあ、不動産バブルが崩壊したのは2021年でしたということです、はい、で短期的な直接のきっかけっていうことになるとこれは中国政府の規制によってです、ねまあ、だから昔の30年前の、まあ、大蔵省の総量規制にかなり考え 方としては近いでですすけれども、まあ、結局ですね、まあ、結局不動産が持っている価値に比べてあまりにもまあお金というのがじゃぶじゃぶで、まあ、不動産に向かい過ぎていると。だから不動産が持っている価値と時価というのが釣り合わなす,すぎて、まあ、本当にまあですね、まあ、例えばえ家を持ちたいマイホームが持ちたいという庶民の人たちがもう買えない値段までいっているということで中国政府の規制によって恒大集団というのがまあ経営危機というのが報じられたというのがまあきっかけとしてはきっかけです。 はい、しかし、まあ、長期的に見たときに中国の生産国としてのピークっていうのは、まあ、2010年だったということですよねで消,費消費国としてのピークっていうのは2022年なわけですよ。 だから、まあ、結局この間に入っている中で、まあ、2021年に不動産バブルが崩壊したっていうのは、まあ、ある意味必然的には必然だったということですだから恒大集団の権がなければとか中国政府がまあ規制をかけなければ、まあ、も,もしかしたら崩壊しなかったんじゃないかっていう仮説は一応成り立ちはしますけれどもどっちにしても、まあ、生産国としてのピークも消費国としてのピークも、まあ、実際中国はまあ過ぎていたということですね、はい、だからまあ結局生産国の のピークの後にバブルが崩壊しそしてまあ消費国としてのピークも過ぎたということです。 はい、だから今後30年の中国経済の成長っていうのはこれまで30年に比べてこれは目に見えて鈍化するということですよねだから日本の1990年までの成長しやすかった状況と1990年以降の成長しにくい状況っていうのが今からの中国ということです、はい、なので30年前の日本企業っていうのが輸出とか海外生産に力を入れ始めたように現在の中国企業が輸出とか海外生産に力を を入れてるっていうのはこれは非常にまあ合理的ということですだから中国っていうのは元々は内需の国だったわけですよねまあ、なんせ14億人っていう大国ですからだから自分たちの国で使うものっていうのを自分たちで生産してたっていうのは今までだったわけですけど今中国っていろんなものっていうのを海外にどんどん輸出するようになってますよねまあ、一番代表的なのは自動車時に電気自動車とかもしくは電気自動車の最重要部品である電池とかえっていうのはどん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 ヨーロッパとかえっていうのにまあ出ていこう出ていこうっていう形でまあ出ていて ますよで、結局、電気自動車も輸出っていうのをかなりまあ台数を増やしてきてるということになるんですけれども、これはもう明らかに合理的ということです。なんでかって言ったら総人口が減ってるということは、市場としては縮小していくわけですから、中国っていう国は。だから中国の中だけでずっと右肩上がりの成長をこれからも続けるっていうのは、はっきり言ってものすごい難しいですよね。だから、これからも成長を続けようということであれば、中国の中で売るのはもちろんだけれども、中国以外でも売る、でそのためには中国以外でも作るというのをまあ力を入れて っていうのはこれはまあ企業の動きという形で言えば明らかに合理的な動きであるということですね。 なぜかっていうと、現在2024年ですよね、中国にとって日本っていうのは、ある意味、30年先の先輩みたいなものなわけですよ、歴史的にはですよ。だから日本が1990年にですね結局、世界で付加価値ナンバーワン、ジャパンアーズナンバーワンみたいな形で、1980年代に本当に日本っていうのは世界一の国みたいな、になったわけですけど、その30年遅れの後輩みたいな感じですよね。歴史的な日本の方が先に行っっててるいう感じ はい、じゃあ、その先に言ってる日本は、じゃあ2024年現在、今、経常収支ですよね、要するに外国との取引引まの、あ、結局、統計と,った、えっと見た場合に、まず物ですよね、物の、まあ、実際、物理的な実態のある物に関する輸出と輸入ということで言えば、輸出よりも輸入の方が多いんで赤字ですと、日本は物の貿易に関しては赤字ですということですよね。今度はサービススででですすよよねね、まあ、例えばばプラとといいうううことであれば観光業とかですよ、ね、えそういう まあ、結局目に見えない無形の商品サービスですよね人が人に対して駅務を提供するサービスを提供するそのサービスってことに関しても日本から海外に対してのサービス提供に比べて海外から日本へのサービス提供ですよねだから観光客の人たちがどんどん来てくれるっていうのは明らかにサービスの分では黒字になるということなんですけど観光客が増えているにもかかわらずまだ日本のサービスは、まあ、結局外国との取引という意味ではマイナスということですだから赤字赤字なんです でも海外生産ですね日本企業っていうのは日本に本社があったとしても全世界ににですねまあ、子会社とかっていうのを持っていたりするわけですよね子会社とか持ち分適用会社とかっていうのを持ってるわけですよで海外の会社が持っている子会社持ち分適用会社が持っている配当っていうのあ海外の企業が稼いだ海外の現地企業が稼いだ子会社が稼いだ利益の中から親会社日本の本社にある親会社に に対して配当を払うわけですねだから全世界の子会社が日本の本社に対して配当を払うわけですよ。それがものすごいたくさん入ってきてるわけですね。だから結局、海外生産によるその日本へのこうお金の利益の還元みたいな、その配当益みたいなのはものすごい入ってきてて、これがすごいまあ利益になってるわけですよね。で、これは過去最高の数字が出てますということです。だから日本全体で見れば、日本から目に見えるものの輸出、輸入で言えば赤字、サービスの輸出、輸入で、 見ても赤字だけど海外生産をやってるおかげで全世界にたくさんの子会社まあ、持ち分適用会社を持っているおかげでそっからの配当が日本に還元されることによって結局日本全体は外国との取引ではプラスしかもただのプラスじゃなくて過去最高のプラスの金額というのが出てるという状況ですはいこれがだから30年後にあ中国でも同じようなことが起きている可能性が高いということですだから中国の子会社孫会社がヨーロッパは アメリカもしくは日本ですよねもしくはその他の地域で、まあ、た,たくさん稼いで,で中国国内に配当という形でこう還元されてくるっていう流れっていうのは、まあ、これから出ていくであろうということですね。 はい、だから、まあ、日本企業とか中国企業ともに、まあ、今後で伸びる企業の絶対条件っていうのは、まあ、輸出または海外での現地生産ですねで。企業の都合だけを考えれば輸出が絶対いいんですよ。企業の都合だけで考えれば輸出の方が絶対いいんですね。まあ、自分たちが持っている人のお金だから自分たちが持っている例えば工場で自分たちにとって大事な社員さん従業員の人たちでですね、まあ、た,たくさん作ってで日本国内で売ってで売れなかった 余剰部分っていうのをどん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 海外に輸出していくっていうのが本当は一番望ましいんですね。だから日本企業にとっても中国企業にとってもそれが一番やりたいことです。ただやっぱり貿易っていうのは相手がいることなので相手は逆にじゃあそれをまあ日本企業なら日本企業中国企業なら中国企業はどんどん輸出を増やすということになると相手からすると輸入を増やすってことになるわけですよね。ってことは自分の国の中のはっきり言ったら雇用に脅威が生じるわけですよ。だから日本の品質がいいのに 安いとか中国の品質がいいのに安いっていうものがガン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 輸出されてくると、まあ、自分たちの国としてはどん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 輸入で買わないといけないということになるので、まあ、自国の産業っていうのがまあ潰れていってしまう、えー、雇用が失われていってしまうっていうことになるわけですよねだからまあ例えば関税でまあ結局ブロックをかけるとかもしくはそもそも規制で100%の子会社とかまあですね、まあ、っていうのは作らせないともしどうしても作りたいっていうんだったら合弁会社で、まあ、例えば日本と中国で 50%50% 50でまあお金を 出し合,った合弁じゃないと作れないとかっていう形でまあ規制をかけるわけですね、はい、だからまあ結局本当だったら輸出がいいわけですけど現実的にまあ貿易っていうのは相手がいることなのでだから海外での現地生産ということですよねだから日本企業から日本から例えば中国とかこれからだったらインドとかっていうのに出ていってでそこで中国で中国なら中国インドならインドでまあ結局工場を建ててですね、まあ、結局生産をするっていう現地生産ですよねもしくはもう M&A 合併買収でまあ現地の企業をもう買収して自分 たちの子会社まあ、子会社みたいなグループ会社を増やして、結果的には海外での現地生産比率を上げるということですね。まあ、こういったことをやってる会社じゃなければ、も、ま、う、あ、これからまあ日本企業とか、中国企業はまあ伸びないとまあ、長期的にはまず伸びないということです。 はい、ではということで、まあ、全世界で見た場合の今度人口ですね、えー、っていうのを見た時に、まあ、さっき日本と中国っていう2カ国見たんですけど、まあ、もうちょっと視野を広げて、まあ、全世界というふうに今度は見た場合ということなんですけれども、はい、今度はまあインドアフリカの時代というふうにまあ必然的になっていくということですね、はい、なのでまあ例えば日本ということであれば、まあ、1990年までは人口ボーナスですよねだから支え,る人はへ支える人がどん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 増えていく で、1990年以降、まあ、この、えー、表っていうのは、まあ、2050年の予測まで出してるんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、例えば1990年が、ま、44.5ですよね。で、それが、ま、49、64、71、78、82、85という予測になってます。つまり、2050年ということになると、100人の人で85人の人を支えないといけないということですよね。しかも、子供を支えるっていうよりは、高齢者を支えるっていう時代ということです。はい。で、その隣のアメリカっていうこと。 なんですけどアメリカの場合はです、ねまあ、結局2010年が49ですね、はい。ここまで減っているという感じです。はい、で2020年から今度はまあ増えていっているということですよねで。アメリカの場合は55、58、で60、62ということですよね。でアメリカの場合は人総人口は増えていくんですよ。今から。ま,あまあまあ、まだですね。まあ、だから、まあ、例えば昔はアメリカ2億5000万人の国という感じでしたけど、今はもう3億の国ですよねで。これからもまだ人口は増えていくということです。 って言ったら実は移民なんですよね。アメリカはアメリカで少子化なんですよ。アメリカはアメリカで少子高齢化は進んでるんですよね。でも総人口が増えてるのはこれは移民が入ってるからということです。で移民ということになると結構若い働き手ですよね。だからまあ小さな子供たちがいて、まあ、結局若い働き手の人たちが、まあ、例えばメキシコとか南米からアメリカに対して入ってきてでそこで仕事をしながら子供を育てていくというその移民の人たちが入ってくるわけです。じゃあなんでアメリカは結局まあ人口ボーナスじゃないですか なくて人口オーナスになってというと移民の若い家族ではもう賄いきれないぐらい少子高齢化がアメリカでも進んでるということです特にまあアメリカでいうベビーブーマーと呼ばれてる人たちですね、まあ日本えー、1946年っていうまあ太平洋戦争が終わった1946年から東京オリンピックの1964年までの期間に生まれた人たちがベビーブーマー世代っていうふうにまあアメリカでは言われているわけです、はい、その方々が結局65歳70歳以上にみんななってるわけ ですよ、うん、だから結局移民の人たちが若い労働力でありなおかつ子育て世代っていうのがまあ入ってはくるんだけれどもそれ以上にまあ結局生産年齢人口からまあ引退世代にどんどん行くのでベビーブーマーの人たちがだから結局アメリカもです、ねまあ、移民のまあ若い人たちではまあ結局まあ少なくても人口ボーナス人口オーナスということで言うならばまあ補いきれないっていう、まあ、そういう状況になってます人口としてはっていうことですね。はいで 中国に関してはさっき見たんですけれども、まあ、人口ボーナスのピークっていうのが2010年ということですよね。ただまあ38とかっていう数字なので、まあ、かなり小さな数字でまあピークということです。でそこからまあ結局45とか53とか61とか67っていう形でどん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 まあ増えていくという。要するに高齢者支えなければならない高齢者負担っていうのがまあ大きくなっていくということですよね。で、その隣がインド、その隣がアフリカっていうふうになってるんですけどアフリカと、インドとアフリカに関しては1950年 から2050年までずーっと人口ボーナスということなんですよね。だから。 まあこの表っていうのは2030,2040,2050っていうので、まあ、30年間ですね、まあ、予測値っていう形になってるんですけどこの予測値で見たとしても基本インド、アフリカはずっと人口ボーナスとだから支えられなければならない人の割合は減り支える人の割合は増え続けるということなんですよねってことは明らかに経済成長しやすい状況が、まあ、予測とはいえあと30年以上は続くというふうに見られているということですだからインド、アフリカ なお、まあ、経済はですねだからまず働きますで働いたら給料を受け取ります受け取ったら結局それを使いますっていう順番ですよね、はい、だから生産が最初で,でその後給料を受け取ってでその後消費をしていくっていう順番なので。 今後のインドということに関して言うと直近これからの3年5年10年っていうのはどっちかって言ったら世界の中でも生産国としての影響力っていうのは強くなっていくということですだからまだこの動画を撮ってる2024年時点ではやっぱりなんだかんだ言っても1人当たりの所得はまだまだ小さいわけですよ まあかなり経済格差っていうのが大きい国なのでまあもちろんインドの大富豪とかっていう人たちもまあいるのはいるわけですけど14億人の1人当たりの平均所得って見るとまあ正直まだかなり貧しいんですよねだから消費国として今インドっていうのはすごく力を持ってるわけじゃないということですどっちかって言ったらすごくまあ教育にまあ力を入れているインドの人たちがいた時にまあその人たちの英語力だとか数学力だとかプログラミングの技能だ とかそういったところにすごく注目があってすごく優秀なのに給料が安いという、まあ、そういう状況だった時に、まあ、世界にとってすごい生産国として魅力があるっていうのが直近3年5年10年ということですよね。でその人たちは当然今までよりも付加価値の高いお仕事っていうのをしていく、まあ、1人当たりの平均全体っていう形で付加価値の高いお仕事っていうのをしていくえということになりますから、まあ、その方々の今度は給料所得っていうのが上がっていくということですよね。え給料所得が 上がれば、まあ、例えば徒歩じゃなくて自転車自転車じゃなくて二輪バイク二輪バイクじゃなくて自動車みたいな感じで今度は消費国としてその後、まあとすごく成長して魅力的になっていくっていう、まあ、そういう予測になってるということです。 はい、だからまあ30年後、20年後、10年後っていうのをまあ見据えた上えで、まあ、最重要市場っていうのを、今までは中国でしたということですよね。まあ、世界最大市場っていうのはまあアメリカじゃなくて中国になってましたよね。例えば自動車って言ったときでも、アメリカの場合は1年間に1700万台ぐらいの新車だったのに、まあ、中国だったら2100万台、2200万台ぐらい、1年間で新車が売れるという状態でしたから、世界最大市場っていうのはまあアメリカから中国に変わってたわけですよね。日本のの輸輸出輸入相手両方のまあ貿易最大相手ここ こも中国もに変わってました、はい、だから最重要市場っていうのはまあ今までは中国だったわけです。はい、それをまあこれからはまあ今度長期を見据えた上で30年後、20年後、10年後を見据えた上でインドに切り替えていってる企業っていうのはまあこれは明らかに理にかなってるということですよね。まあ、結局一番確かな人口統計であるあええじ一番確かな統計である人口から見てこれから中国がまあ今までの30年に比べてこれから30年延ばすっていうのはすごい難しいっていうのは明らかだし逆に中国はこれか インドはこれからの30年まだまだ全然伸びるっていう潜在的な能力が高いわけですからだからこれからはじゃあインドだっていうことでインドにどんどん進出の力点っていうのを置いているっていうのは明らかに理にかなっているということですはいなのでまあマクロ長期でまず方向性を明確にするということですよね、まあ、こういったのは例えば人口統計一つを正確にまあ分析していけばもう明らかに分かってくるっていうことがあるということですたとえばそれが10年後20年後30年後っていう未来だったとしても明らかに 言えることっていうのは、まあ確かにあるということですよね。まあ、これからはインドの時代であり、最後はアフリカの時代という感じですよね。 はい、であと、現実的にはまあミクロ、短期っていうのはまあ柔軟な対応っていうのが必要ということですよね。だったら、インドに力を入れましょうっていうのを例えば経営陣が方向,方向性として方針として決めたとしても実際そこで本当に成功させるってことになるとこれはまあ現場のまた本当に血のにじむような必死な努力っていうのが必要になってくるということです。はい、例えばまあ中国へ進出っっっててていいいいうううののののとインドににはは現実的難難難ししさの難易度っていうその何が難しいのか っていう難しさの要因っていいうううのが違うということこで、すね、はい、すなわちといったときにです、ね、まあ、例えば言語の問題ですよね。中国の場合は、まあ、はっきり言ったらほとんど中国語なわけですよ。だから中国に進出して、中国で事業を成,長さ成功させるってことになったら、まあ、中国語の影響っていうのを、中国語を何とかすれば、はっきり言った14億人の大部分、91%以上の人に対して何らかの商売、事業っていうのをやることができるわけですよね。ででもイインンドドはそうじゃないわけですよインドは 公用語だけけででも22も22あるわけですから、はい、だから一番たくさん話がされているヒンドゥー語ですよねインドの14億人の中で一番たくさん話されているのがヒンドゥー語ですけどそれでも全人口の44%なんですよね、はい、だからヒンドゥー語だけが喋れたとしても44%の人にしかリーチできないんで残り56%の人にはリーチできないわけですよまして英語っていうことになるとインドでは14%の人しか英語が話せないわけですからだからインド14億人と中国人 中国14億人って言ったときに、その全体のまとまりって言ったときには、中国の方がまだまとまってるんですよね。インドの方が結構多民族でバラバラという状況になってます。そういう難しさとか、もしくは中国とインドの宗教って言ったときに、中国は結構やっぱり日本のお隣っていうこともあって、考え方、価値観は結構似てるんですよね。だ仏教とか道教とか儒教とか、そういう道徳っていうある程度共通の考え方、価値観みたいなのがあったりします。で、はい、でもインドの場合は多民族であり なおかつ多文化であり、まあ、ヒンドゥー教が中心でありながらイスラム教とかキリスト教の影響もあるということで、まあ、日本人からすると、まあ、そのヒンドゥー教への理解とかっていうののまあ難易度っていうのがあるということですよね、まあ、あとは例えば政治的な状況だとかですよねまあ例えば中国は一党独裁なので、まあ、政治とかの影響っていうのが非常に影響が強いのに対してインドはまあ民主主義なので、まあ、日本に近いということだったりとかですよね、まあ、あとは市場の成熟って言ってた時に 中国は市場が成熟しているのである程度、まあですねまあ、事業ビジネスはやりやすいということですけどインドは今から市場が整っていくということですよね。はい、またはその教育水準だとか、まあ、例えば社会的なインフラですよね道路とか橋とかダムとかもしくは電気の状況といった時にインドはまだまだ、まあ、例えば停電が多い地方もたくさん残っていたりとかですよね。まあ、そういういろんなもろもろのことが違うので例えばじゃあ経営陣がこれぐらいインドだということ 私たたちはインドに力を入れるっていうになっててなとしても、まあ、現場で実際に進出していった人たちっていうのはこのインド独特のまたですね、まあ、例えば言語だとか民族だとか宗教だとか文化だとか生活習慣だとか労働市場だとかっていったところで、まあ、ちゃんと事業を立ち上げて成功させていくっていう、まあ、別の難しさっていうのは あるとということですよね、まあ、そういう現実に近くなればなるだけ、まあ、ミクロになっていくるのでだからまあ決定論じゃなくて確率論ということでかなり柔軟な対応っていうのを実際やっていかなければならなくなるということです。 はい、ただ、ですね、まあ、ミクロの例外っていうのは、対数になると原則で相殺されるので、だからまあ未来予測のですね、まあ、方法としては、まあ、マクロ長期で方針を明確にして、まあ、ミクロ短期は確率論で柔軟に対応ということですよね。だから私たちは日本企業です、だから日本だけで商品、サービスを提供してますだったら、もう絶対伸びないわけですよ。まあ、例外はあるかもしれないですよ。もちろん日本の中には370万社とか個人事業主まで合わせてあるので、だから日本の中だったとして、 しても例外的に伸びていくっていう会社企業っていうのはゼロとは言わないですけど例えばスーパーのヤオコーみたいな会社っていうのも実際は存在していたりするのでだからゼロではなかったとしても限りなくゼロに近いっていうことですよう、ね、これはもう人口的に生産国として付加価値を作る生産国としてもしくはもを商品サービスを買ってくれる消費国としてやっぱり伸びるっていう状況にはもうなってないわけですよ。だから海外ににに出出ててアメリカに出て中国に出て ここれからはインドに出てていいくっていうことですよねでそれはもう絶対方向性としては合理的なんですよね。それをやっぱり決断してやっていかない限りは、まあ、衰退がもう必然っていうことになるわけです。はい、だから経営陣の仕事っていうのはそのやっぱりもう30年後20年後10年後を見据えてですね、まあ、だからもうどうしても決断しないといけないし方向性を明らかにするってことが大事になるわけですよね。じゃあ何を基準に方向性をは,はっきりさせるのかっていった時はマクロの統計、まあ、今回であれば例えば一つの例ということで人口統計っていうのを考えると。 ということで,すで実際にそれで方針が決まったえやることが、まあ、方向性目的っていうのがはっきりしたということであればあとはそこでなんとかですね30年後20年後10年後それを実現できているように、まあ、例えば毎年毎年とか毎月毎月とか毎週毎週っていうのは、まあ、現場で、まあ、かなりです、ねまあ、計画立てて実行立てて,して数字で検証してっていう、まあ、PDCA をぐるぐる回しながら確率論である程度柔軟に対応していくっていう流れになるということ。 ですはい。ということで、まあ、今回は未来を予測する方法ということでやってきたんですけど、はい、未来予測っていうのはですね、マクロとか長期だったらできますということです、はい。だから原因と結果っていうのがある程度因果関係っていうのをはっきりさせることができるので、まあ、方向性を明確にすることができるし、まあ、もし、もし、そして経営者であれば当然方向性を明確にしなければならないというのが今回の動画になります。はい。そして、 最後に大事なお知らせを一点させてください。あと6日後の10月16日水曜日、19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を